唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今回は南米ペルーのマチュピチュとボリビアのウユニ塩湖に旅行に行くため、東京成田空港から南米リマのクスコまでの動画でございます。飛行機を見ながらまずは出発前ということでビールで乾杯していきたいと思います。ビールを飲んでグッドポーズ、うまい。そして豚骨ラーメンを食べまして、最後の日本で食べる日本の食事ということになります。豚骨ラーメン、これがまた美味しかった。グッドポーズ。さあ、リマに行くためここからヒューストンまで行って、でさらにそこから、リマに乗り換えます。安全のため、ビールで食べます。それではこれから最初の乗り継ぎ地、アメリカ・テキサス州ヒューストンに向かっていきます。離陸しまして、冬の成田周辺の景色を見ていると、最初のドリンクサービスがやってまいりました。そして機内食でございます。 ANA の機内食、すごく綺麗になっておりました。コーヒーに、デザートにはハーゲンダッツのアイスがついておりました。そして途中のお食事ということでパンが出てきまして、そろそろヒューストンに到着ということになりましたが、到着前の食事ということで和食をいただきました。皆様、飛行機は最終の着陸体制に入りました。シートベルトをお確かめください。はい、到着しました。ジョージ・ブッシュインターナショナル空港です。11時間ぐらいのフライトでした。到着しました。ここで滞在が8時間ぐらいあります。実際は6時間ぐらいかな。それから今に向かいます。出口を出まして、乗り換えに時間があるので、乗り換えに8時間くらいの時間がありますので、ヒューストンのダウンタウンへと向かっていきたいと思います。メトロバス、こちらのバスに乗って向かっていきます。メトロバスに乗車しました。ダウンタウンまで行きます。金額は 1.25 ドル、1ドル25セントです。次は出ません。YouTuber のコズバグさんです。今回のヒューストンでの乗り換え時間では、ヒューストンから日本向けに動画投稿している YouTuber のコズバグさんが会ってくれました。この時の様子はまた改めて違う動画でアップいたします。空港に戻ってまいりました。これからユナイテッド航空の飛行機で南米ペルーに向かっていきます。テキサス州ヒューストンの空港の中にはこのようなお店がありました。こちらでございますが、こちらのお店、空港の中なんですが、テキサスのバーベキュー料理を出しているお店でした。実際の焼いているグリルを見ると、火が出ていて分厚いお肉を焼いていて、ものすごく食べたかったんですが、このあと8時間のフライトの前ということで、すっごく迷ったんですがやめておきました。ということで、飛行機に乗る前の恒例儀式、ビールを軽く飲む程度に抑えておきました。ビールを飲んで美味しかった。この後グッドポーズするのかと思いきやしないで、こちらスープ、具沢山のスープを食べて飛行機に乗っていきたいと思います。はい、テキサスヒューストン滞在8時間、実質6時間ぐらいのヒューストン滞在をありまして、これからリマに向かっていきたいと思います。 YouTube での動画投稿されているコルバーグスさんに会わせていただいて、で銃を射的場を行ったり銃を撃ったりという感じでですね、すごい充実した
ヒューストン滞在でした。本当に時間は短かったけどものすごく充実しました。ではこのヒューストン滞在6時間を終えて、次の目的地、ペルー・リマへ向かっていきたいと思います。成田からヒューストン前の飛行機ほとんど寝なくて結構眠い。ユナイテッド航空の機内ではもうこの辺からクスコの標高3600メートルの高山病が怖くてお酒は飲まないようにしておりました。コーヒー飲んで機内食も出てまいります。ユナイテッド航空ペルー行きの機内食はこんな感じでした。焼いたバナナとチキンの胸肉、こちらが機内食でございました。夜の機内はこんな感じです。飛行機の中では日本語のプログラムもありまして、映画家族はつらいよ2を見ながら南米に向かっていきます。到着前の機内食が出ましてこんな感じでございます。サンドイッチ、それと小さな人参が出ました。ということでサンドイッチを食べていきましょう。これ食べたら結構美味しかったです。ハムがたくさん入っていてなかなか美味しくてびっくりしまして、グッドポーズするのかと思いきやコーヒー飲んでいきたいと思います。飛行機の中は思っている以上に狭いのでなんとなくグッドポーズをしづらい雰囲気があるんですが、やっぱりグッドポーズということで南米南アメリカ大陸リマの空港に到着いたしました。南米リマの空港に着きました。初めて南米に着きました。リマの空港に着きました。リマの空港で国内線クスコ行きに乗り換えます。でナタム航空、これがワンワード系なんでちゃんとした会社です。そうなんで割と荷物もサクッと乗せてくれました。これで行きたいと思います。チェックインも割と簡単に終わった感じです。乗り換えの間にこちらのタンタペルーに何店舗かあるようなんですが、こちらで休憩がてらお食事をいただきたいと思います。ヒューストンからリマまで飛行機に乗りました。ヒューストンを3時30分40分ぐらいだったかな、飛行機に乗って、こちらの時間深夜12時半ぐらいに到着しました。それでこの後3時45分のペルーからクスコ行きの飛行機に、ペルーリマからクスコ行きの飛行機に乗ります。そうなんで、成田を出発してから1回もですね宿には入ってませんが、まあまだ大丈夫そうです。じゃあこの後今回最初の宿まで3回目の乗り継ぎ、ペルーリマ間、ペルーリマとクスコ間はラタン航空で行きます。これはワンワールド系の飛行機会社です。こちらで行きたいと思います。国内線です。じゃあまた着いたら何かアップします。いただきます。これはうまそうですね。いただきます。トマトとチーズすげえうまい。トマトいっぱいでチーズのまみやかさがあって、でクリーム系がすごい、このトマト感がすごい濃くてチーズがいいな。でこのクリーム系のクリームさ、うまっ。何のスープか分かりませんが、このスープになりますが、スープも入れ物がね、こういう感じでなんか入れ物がいいんだよね。日本にはなさそうなっていうか、もろ漫画に出てくるようなスープです。いただきます。うん、熱い。あ、これね、この色からしてかぼちゃみたいな感じしちゃうけど、そんなことはない。なんかガーリックとかいろんな味が効いてる。
うん、うまい、うん、うまい。店の雰囲気はこんな感じです。でここから出発の受付が見えます。出発フロアが見えます。でバーみたいになってる。やっぱちょっとねこのね空港で時間のある時にちゃんとしたこういうあったかいもの食べるとすごい元気出るんで、これは真夜中今2時15分ぐらいですけど、これはいいですね。これはうまいぜ。次は元気が出る量がちょっとあったまる、うん、これはいい。この2番の空港を後にして今度はクスコに向かっていきたいと思います。日本ではあまり考えられないと思いますが、飛行機の客席に犬も乗っていました。そしてこの映像いるかどうかわかんないけど乗せまして、今回乗った飛行機はエアバス320型機です。こちらの飛行機に乗っていきたいと思います。でこれでもう到着直前のクスコの空からの様子です。すごいピカピカでした。到着しました。クスコです。クスコの空港に到着しました。目的地です。日本ではまず見ることのない南米の航空会社ラン航空、これに乗れただけでもすごく旅行が始まったという感じがしました。標高3600メートルのクスコの景色です。空港出ると早速タクシーの呼び込みが始まります。めんどくさいタクシーとの値段交渉しまして、こちらのタクシーで街中に向かっていきます。今回の動画は一旦ここで切りまして、日本の成田空港からペルーのクスコ空港までの動画でした。どうもありがとうございました。